んこんにちは、グッドスピードアーバンライフの鈴木です。ちょっと見てほしいんですけど、あら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 これはぶつけちゃってるんですかね。そうですね、ぶつけちゃってますね。なるほど、レンタカーで。そうです、レンタカーでちょっとやってしまったよ。これもお客さんが。あ、そうですそうです。どんな感じで事故しちゃったんですか。高さ制限のバーあると思うんですけど、そこに当ててしまったよっていう感じですね。これはあの普通の車より背丈がある分、ああいう制限の場所でぶつけちゃう可能性があると。そうなんです。これキャンピングカー乗るとき怖いですよね、こういった普段乗らない車なので。そうなんです、普段より大きいのでやっぱ分からないところもあると思います。今日はじゃあそこら辺の話をしていただけるような感じですか。その通りです。ありがとうございます。じゃあ本日ははい、今回のテーマはですね、キャンピングカーを安全に運転するにはというところをテーマにしていきたいと思います。いやもう今日のお題にぴったりなぴったりです、トークですね。そうです、キャンピングカーは多くて重いから運転には少し工夫が必要です。ちょっとしたポイントを押さえれば安全に楽しく運転できるので、早速見ていきましょう。はい、まず一つ目は視界を確保することです。視界確保、はい、はい、めちゃめちゃ大事なところです。キャンピングカーは普通の車に比べてサイズが大きいため死角が多くなっちゃいます。例えばこのフロントで言うと、フロントというか後ろですかね。そうですね、後方の方です。バックモニターやサイドミラーの活用が必須になります。はい、確かにこの中から後ろ見ようと思ったら、あの少しだけの小さな窓からの確認になるので結構大変ですよね。そうなんです、ちょっと見にくいなっていうのもありますね。やっぱこれはもうバックモニター必須ですね。必須です。それからミラーの設定も大切です。左右のサイドミラーをしっかり広めに設定して視界を確保することを忘れずにしてください。キャンピングカーは車幅も広いのでサイドミラーでしっかり後方の確認を怠らないようにしましょう。で、2つ目の意識してほしいところが重心を意識した運転です。キャンピングカーは背が高くて車の重心も高いので、カーブを曲がるときの急の方向変化でバランスを崩しやすいです。なのでスピードを控えめにして急なハンドル操作を避けるようにしてください。特に山道やカーブが多い道とかでは慎重に運転することがポイントになってきますね。確かにキャンピングカーでキャンプ場行く人って多いと思うんですけど。多いですね。キャンプ場までの道ってかなり山道走るので、今のポイント、重心意識して、急なハンドル切らないところはすごく大事かもしれないですね。そうです。続いて3つ目です。3つ目のコツがブレーキ操作のコツになります。ブレーキ操作が普通の車と比べて少し違います。キャンピングカーはちょっと重いんで制動距離が長くなっちゃいます。なので普段よりも早めにブレーキをするように心がけてもらえると嬉しいです。また下り坂ではエンジンブレーキを使って速度をコントロールするとエンジンへの負担を軽減できます。これは一般的な車と同じですか。そうですね、同じですね。普通車と同じような基本的なテクニックを使うことで安全に運転ができるので心がけてください。最後4つ目ですね。4つ目の注意点が車高と高さに注意してください。車高と高さ、はい、はい。キャンピングカーは普通の車に比べると幅が広くて車高が高いお車となっております。狭い道路や駐車場にでは特に注意が必要です。高さ制限があるトンネルや駐車場に入る際には事前に車高を注意していただきたいです。確かにまさに今回ここですよねそうです、まさにこれですね。はい、その高さのことに関しては注意しないとこういったことが起きる可能性があると。起きちゃいます。そうですよね。ちなみにもし仮にあった時、はい、バンライフさん保険がありますよね。そうです。その点は安心して。そうですね、入っていただければ安心していただけます、必須になってきますかね、この保険は。やっぱ必須になりますね。なのでちょっと駐車する際にも車幅を考慮して広めのスペースに止めていただくか、専用の駐車場を利用していただくっていうのが一番得策だと思います。ありがとうございました。ちなみに今回このぶつけてしまったセレンゲティって、はい、基本スペックって何になるんですか。基本スペックがハイエース版スーパー GL のロングですね、ワイドミドルになります。あ、なるほど。じゃあこんな大きく見えても一応ベースはハイエースになるんですね。そうです、ベースはハイエースになります。就寝人数とか何名ですか。大人が5名で、ちっちゃいお子様が2名乗れます。グループでのお泊まりとかは全然行けちゃうよっていう。そうです、おすすめのお車になってます。ということで今回はキャンピングカーを安全に運転する方法を紹介させていただきました。これからキャンピングカーでの旅を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お忘れなきをお願いいたします。